全身性銀皮症銀皮症とは、銀によって引き起こされる、微慢性の色素増強作用のことである。国際科学用語では、アージャイローズと表され、これはギリシア語のローガンマウプシロンローに由来している。銀皮症において、最も劇的な症状は、皮膚が青色もしくは青みがかった灰色に着色することである。全身もしくは局所で見られ、 目で起こった場合には特に血膜現象もしくは角膜減少と呼ばれる。動物や人において、銀は長い時間をかけて徐々に体内に蓄積される。銀の慢性的な摂取によって、皮膚に銀もしくは硫化銀の粒子の蓄積が生じる。銀の乾燥性が写真撮影に利用されるように、皮膚に蓄積されたこれらの粒子が日光に暴露されて黒ずむことで、 肌が青色もしくは灰色に変色する。この症状は銀皮症として知られている。銀の慢性的な摂取は目や他の臓器への銀の蓄積にもつながる。局部的な銀皮症は銀を含んだ物質の局所使用の結果として起こり、一方で全身性の銀皮症は銀を含んだ物質の慢性摂取の結果生じる。銀皮症は 通常不可逆なものであると考えられており、外観の変化を最小限にするための唯一の実用的な方法は、日光を避けることとされているが、十分な治療効果が得られる手法としては、レーザー治療が用いられている。有害物質疾病登録局は、銀皮症を見た目の問題であり有害ではないと述べるが、それは外観を損なうため社会的に衰弱する人もいる。銀もしくは、 銀の化合物は外部感染の治療や医療器具に使われており、ランズダウンは銀は人体において低い毒性を示し、最小リスクは臨床曝露が原因であると予想されると述べている。ランズダウンはまた銀製剤の慢性的な摂取もしくは吸入は、皮膚、木及び他の臓器において金属銀もしくは硫化銀の沈着を引き起こす。これらは生命を脅かすような疾患ではないが、 美容上、好ましくないとも述べている。この見解は、厚度アニも支持されており、他の機関によっても支持されている。一件の死亡例としては、著者がその死を、銀の毒性に起因していると感じた、医学文献によって報告された。この場合、71歳の男性は度重なる、銀コロイドの経口摂取の後、転換重積症が発症した。1991年に、 アメリカ合衆国環境保護庁によって発表された参照要領によると、生涯においての相当な悪影響のリスクを招く可能性が低いとされる推定1日暴露量の推奨値は5 g キログラムデ g であるとされる。少なくとも20世紀初頭から、医師は銀もしくは銀の化合物が肌やその他の体内組織を灰色もしくは青灰色に変化させるということを知っていた。 銀皮症は数ヶ月から数年の長期間にわたって大量に銀を摂取もしくは吸入した人々に発生した。銀を製造する工場で働く人々も、また銀もしくは銀の化合物を吸入し、過去にはこれらの労働者の一部においても銀皮症は見られた。しかしながら、これらの労働者における銀皮症を引き起こした空気中の銀濃度と曝露時間の長さは知られていない。 歴史的に微細な銀粒子を液体に見学させた見学液であるコロイド上銀は様々な病気を治療する内服薬として用いられてきた。1940年代にはそのようなコロイド上銀は安全かつ効果的な現代的な抗生物質の発達及び銀皮症への懸念、銀化合物の他の副作用によって使われなくなった。 しかしながら、コロイド上銀の医学的効果の宣伝や小口、インターネットによる販売は続いており、2007年には、カナダ保健省による注意喚起や、オーストラリア治療製品局による被害事例報告などがされている1990年代から、コロイド上銀は根拠のない代替医療製品として販売されており、有効性が主張されているが、一部の管区では違法となっている。 医学当局は公表された医学文献にあるように立証された効能の欠如と副作用の危険性のためにコロイド上銀製剤の使用に対して勧告を行った。コロイド上銀製剤は活性な殺菌性の銀イオンよりもむしろ不活性な金属銀が主に運ばれる。生体内においてコロイド上銀の効能を支持するエビデンスは存在しない。 いくつかの試験監試験においては、コロイド上銀に抗菌効果が示されたが、インターネット上で市販されるコロイド上銀溶液を用いた2004年の研究では、そのような効果は示されなかった。ごく最近では、ナノコロイド上銀製品が銀皮症を引き起こさないという主張がされるが、独立した研究が不足しているため引き起こすとも、引き起こさないとも証明されていない。 コロイド上銀の使用による銀皮症の著名なケースとしては2002年及び2006年にモンタナ州のアメリカ合衆国上院に立候補したリバータリアン党のスタン・ジョーンズがいる。ジョーンズは2000年問題によって抗成物質が入手できなくなることを恐れ自家製の銀製剤を消費するによって銀皮症となった。ジョーンズは最もよく知られている写真は 加工されたものであると主張したにもかかわらず、彼の得意な肌の着色は失敗した選挙運動についてのメディア報道によって顕著に特集された。ジョーンズは先日として彼の銀色の要望を利用したわけではないと断言した。彼は民間療法としてのコロイド上銀の使用を推奨し続けており、肌の色が変わったことを除けば彼が健康であることは、 コロイド上銀の使用の結果であると述べている。2007年12月20日、世界の報道機関は、カリフォルニア州のポール・キャラソンについて公表した。彼は顔にできた、脳狼、皮膚炎、ドンサよび他の問題を治療するために、蒸留水、塩および銀を使って自ら調剤した、コロイド上銀を作成、使用した後、全身の皮膚が徐々に青く変化していった。これは、 彼がコロイド上人を長年にわたって毎週1ガロン飲み続けたために起こった。ありがとうございます。